皆さんこんにちは。今日は私の机がちょっと変わったのでみんなに見せたいと思います。イエーイ。よし、じゃあレッツゴー。すぐそこじゃ。自分の机持っているよっていう人、グッドボタンで教えてね。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターのフォローもしてね。まず一番変わっているところが分かりやすいのがここです。ん？分かるの？この机にこれがついたのです。まずはこの上の段から紹介します。ここには可愛いもの、気に入っているものを置いています。これは友達にもらった折り紙シリーズ。、はい、これ見えるって言ってやってあげて。次はこれ、はい、ジップ。これはね、リンタンがね、射的でね、すっごい遠くのすっごいちっちゃいやつを命中させてゲットしたやつ。そうだった。そう、それでね、カノンね、もらったのそれ。そう、もらったの。カノン何も持てなくて、うんってやったらリンタンがこれいいよって言われた。いいでしょう。違うリンタン。で、次、これ、うん、これは、なんかのタイマー、30分タイマーだったっけ。行ってここに置いて測りながら何かをする。え、それ使ってよ、かな。それあれだよ、朝の用意とかするときにそれかけるんだよ。やだよ、やだよじゃない、ちゃんとやだよ、あるもの活用して。やだよ、はい、次はチップが好きなプーさん。え、そうなの。そう、この人は2人とも両思いです。わー、だからいつも隣にいます。それはカノンの設定なんだよね。カモの設定だよ。実際そうじゃないよね。次、はい、時計。はい、時計ね。ちゃんと目覚まし、ちゃんと起きてる。それ起きてない、ない、ない。起きて。次はこれ、はい、お財布。お財布。お財布そんなとこにポンと置いとかないで。空っぽ。空っぽは見せない。次、はい、これが一番見せたかったやつです。今自分で描いた絵じゃない。そうだよ、これね、私がね、すっごく好きすぎてね、描いて自分でこれと同じ大きさにね、綺麗に切ってね、綺麗に挟めたんです。見えると、うん、ちょっとにチキータレジェリーノ、うちのペットですね。そういうこと。はい。え、なんでそれ。ちゃんとなんか言ってよ。これ、はい、あ、これはあのウーマの人から誕生日プレゼントね、もらったやつ。どうもありがとうございます。そう、館長実はあんま動画とかで言ってなかったけど、うん、この前誕生日だったね。そう、はい、気に入ってます。これ館長何歳になったんですか。私10歳になった。早っ。10歳になったんだよ私。はい、次、次はこれ。早いな。バッグ。見せてください、ゆっくり。かわいいでしょ。この中には実は、あれ、なんでお金出てきた。え、前誕生日の時にね、何円買っていいからって言われたんだけどね、時間がなくてね、うん、もうね、どうしようどうしよう、これにしよっかこれにしよっかって言って迷ってたら時間になっちゃって、うん、買えなくなったからね、なんかね、うん、Amazon とかで買ってくれるって言ってたから、ね、そのままお金取っといてんの。じゃあ今週まだ誕生日プレゼントもらってないんだ。え、いや何個か買ってもらったから、うん、後で出てくるからちょっと見てて。これ、うん、実はね、これね、うん、これ磁石なのよ、はい、これね、くっつくのよ。磁石がくっつくようになってんの。なんか冷蔵庫みたいな感じの、ステーションみたいな。だからなんか紙貼ったりとかできるんだよ、すごくない。これ LOL、 はい、次はこれステッチ。ステッチ、はい、これこのココスでもらったラスカル。ココスで、はいはい、ココスでね、もらったラスカルのやつ。次、これ見たことあるね。で、あとの残りは、うん、ママとパパがプレゼントしてくれたんです。鬼滅の刃ですね。これは実はリンタンのです。なんでリンタンここにあんの。え、リンタン、富岡さんいらないって言ってた。なんで富岡さん嫌われてないよ。なんだよ、せっかく買ったのに。じゃあ次、はい、これ、これもあの時の、なんだっけ、あの、買っていいよって言われた誕生日の、誕生日プレゼント1個だ。そう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 、はいはい、これわかる。これね、見て、私が手作りだよね、紙に書いたんだよ。パーパー、マーマー、はい、リンタン、はい、カノン、はい、チャート、はい、ミエル、はい、リーノ、
レチ、スキート、うん、はいはいはい、家族全員ですね。次はこの段です。これはオーロラ姫にシンデレラ、ラプンツェルの、はい、なんかお姫様のガチャで当たったお姫様のシリーズです。だけどね、よく見るとね、この子この中から可愛いんだけど、実はね、この子に比べてね、ちょっと待って、めっちゃ小さいのよ。ほんとだ。背小さ。次はこの段。はい、これなんだ。オニートスティービーとかだ。これね、じゃじゃーん。スイッチライト。かんちゃんね。そう、めちゃめちゃ大事にしている、はい、スイッチライト、ね、何それ。これはね、ちょっと待って、じゃじゃーん。これでわかる？なんか光ってるけど。キラキラメロンです。スシローのところのアイスのカップを持って帰ってきたの。洗って持って帰ってきて、中にこの光るね、このプニプニのやつをね、詰め込んだのよ。で、こうやって詰め込むとキラキラメロンってこと、はい、今見えないけど、トゥットドゥーン。悪い本を怖い人に天気の悪い本は買ったね、それ。以上が私の机に追加された新しいところでした。はい。で、もうちょっと待って。ん？ちょっとね、この机物なのかとかもちゃんと整頓したから、ちょっと見てくれる？あ、まあ机はね、うん、前と同じなんだけど、そう、整頓したから見てくれないかなと。見せてください。はいはい。これはまあこの辺は遊びなんだよね、うん、これはね、あれ学校に持っていくような、うん、なんだろう、あれだ、ハンカチとティッシュとか入れる場所、はいはい、うん、はい、これはね、100円ショップで買った、うん、スクラッチアート、うん、なんか書いてあるかな。ちょっと待って、これなんだこれ。え、あ、これ、うん、これは、うん、それ何それ。これはね、メガネのところがポコって外れた。え、何のメガネが取れたんですか。え、これなんだっけ、いらないやつ。本当にいらないやつ。本当にいらないやつ。撮影の小道具とかじゃないの。じゃない。ちょっと不安なんだけど。大丈夫だよ。なんかで使おうと思ったけど、うわ、片目だけないって。いや、両方あるから。え、両方あるってな。はい、じゃあ次、はい、ノート。すごい数のノートでしょう。メガネかけた。結構あれだね、いたずらされてもいけませんね。もうかわいそうだわ、やめてあげて。次、本題来ました。ゴー。ん、うん、かけてはあるけれども、私は割と使いやすい。なんか汚く見えない？ごちゃごちゃしてるけど。消しゴムが入ってるだけだね。と、ここもある。これはね、なんだろう、チャレンジタッチとかあるでしょ。卵っちじゃないの？卵っちじゃないよ。勉強するとどんどん成長していくっていう勉強道具。使ってる？使ってるよ。だけどね、使いすぎて電池切れちゃったの。うん、それ使ってないって言うんだよ。いや、使ってるの。本当に使ってる。いや、本当に使ってるから。いつの頃？え、つい最近。出すの？出しちゃう。ああ、何これ。はい、次は、じゃじゃじゃん。ここは髪の毛セットするような、ちょっとこれ見て、くしブラシね。そう、ブラシね。髪ゴムだね、これ。髪ゴムとかアクセサリーが入ってる。で、髪止めの下から出てきたのはこれです。じゃじゃじゃーん。でもね、この外側わかるかな、これ。砂なの。え、外側にあるのが砂なんだよ。これはね、あの LOL とかってなんかペットって掘るやつあるでしょ。はいはいはい。それの砂をここに飾ったら、うん、ほら可愛くなったでしょ。自分で作ったのそれ。そう、自分で作った。次、ここ。ここは、うん、ここノート&おもちゃ入れ歯。その時点でぐちゃぐちゃじゃん。はい、これが、うん、代表的なおもちゃですね。これこの前、あれだね、プレゼントで入ってたやつだ。そう、プレゼントで入ってたやつ。はい、これやっぱりどう見ても整理が甘いんではないでしょうか。甘くない、使いやすい。
次、ここ。ここはね、メモ帳を入れば、例えばレターとか、レターセット。レターセット、付箋、メモ帳、その、雨みたいなの。これはね、修正テープ。え？ジューって。そんなの持ってたっけ？持ってた。このハンカチに、ドナルドとチップが好き。L！うおー！あ、それこの前、プレゼント入ってた。L！これのこと突っ込んだよ、ちゃんと。突っ込むとこ、それ。突っ込むとこだよ。っていうか、一番ここ、これが面白いとこなんだよ。私から言うとね、卵なんだよ、これ、うん、それ、ね、ハッピーセットの卵じゃない？そう、ハッピーセットに入ってた、なんだっけ、なんかの恐竜が入ってたやつなんだけどね。そうそうそう、うん、何入ってる？なんか知りたい？いや、別にいいです。いや、見せます。はい、別にいいですよ。じゃあ、行きます。見せたいのね。見せたい。で、強引。見せたい。はい、はい、3、あれじゃん、失敗したじゃん。